さん、こんにちは。アイリットのメンバーモンヒは2024年5月23日に体調不良により病院で診察を受け、ハンナム大学の学園祭への不参加が発表されました。所属事務所のビリーフラボはモンヒの健康を最優先に考慮し、体調回復に最善を尽くすとコメントしています。一方でモンヒはライブ配信中に悪質コメントを通報していると推測される姿が捉えられ話題となっています。アイリットは最近、ニュージーンズの生みの親であるアドアのミンヒジン代表からニュージーンズのアリューと指摘され、盗作疑惑に巻き込まれている状況です。そのため悪質コメントも激しさを増していると見られます。モンヒの姿に対しファンは、子供たちは何も悪くない、大人の喧嘩に巻き込むな、彼女たちが罵倒されるなんてかわいそうだ、アイリットに悪意を向けるのは間違っている、若いメンバーが受けた傷を思うと胸が痛い、嫌がらせはやめてなどと擁護しています。一方でその状況自体が演出だと否定的な意見も存在します。普段はセンターで精力的に進行するモンヒが、この時だけ一番端の席に座ったこと、誰かとアイコンタクトを交わした後携帯電話を受け取り悪質コメントを消すような行動を取ったことなどを理由に挙げています。悪質コメントは悪いことだが、この状況自体がバイラルっぽい、アイリットはかわいそうな演出で行こうとしてるのか、悪質コメント通報を大々的にやるという見せしめなのでは、生配信中にスタッフがなぜ突然携帯電話を渡すのか、同情的な世論を得ようとしているなどのコメントが寄せられています。アイリットが誕生したオーディション番組 Are You Next、 通称アユネクでもモンヒは放送時から運営からあからさまに押されており、モンヒのためのオーディションと揶揄されたこともありました。今回のアンチコメント通報の件も運営から B 期されているゆえに、同情演出を任されたのではないかと憶測を読んでいます。モンヒの体調不良について、期待株ゆえに感じる事務所からのプレッシャーとアンチからの攻撃によるものではないでしょうか。実際パクリ疑惑についてミンヒジンの主張が正しいとするならば、悪いのは運営やディレクター側だと思われます。しかし批判がいくのはどうしても表に出るアイリットです。アイリットが所属するビリーフラボの運営に対して批判の声が集まっています。ある従業員はビリーフラボについて以下のようなレビューを投稿しています。少々社屋が良い、ただし廃部社屋であってビリーフラボ社屋ではない、社内食堂の食事が美味しい、短所根本がない、エンタメを知っている人いない、リソースフォローアップアップデートなど曖昧に放送された言葉を混ぜながら、仕事をしているふりをするが実際に何もできず、何をすればいいのかもわからない、めちゃくちゃ修羅場。このレビューはアイリットがデビューする前に投稿されたものであり、当時ビリーフラボの筆頭であったエンハイプンファンが怒りの声を上げていました。不評なのに強行突破している、メディアが所属事務所になぜこのような選択をしたのか問い合わせても無回答、このレビューを見るとそれが納得できると綴っています。ビリーフラボは CJENM とハイブによって2018年に設立された芸能事務所で、2021年3月からハイブ社屋を使用中です。その唯一の所属アーティストであったエンハイプンはミニアルバムダークブラッドをリリースした際に、タイトル曲バイトミーのダンスでメンバーたちが女性ダンサーとペアになってダンスする振り付けが盛り込まれており、そのスキンシップがファンに不評となっていました。また舞台上がごちゃごちゃしてメンバーが目立たなくなる点も指摘されており、10ヶ月ぶりのカムバックを待っていたファンからは失望や怒りの声が聞かれていました。ハイブ騒動の深刻化によりネチズンがビリーフラボのアイリットをキャンセルしています。ビリーフラボとハイブがミンヒジンを告訴した後、ネチズンはビリーフラボとハイブを非難しました。5月22日ビリーフラボは声明を発表し、同レーベルがアドア CEO のミンヒジンを名誉毀損で告訴すると宣言しました。ビリーフラボは声明の中で、ミンヒジンと大多数の K-POP ファンによる盗作告発は不正確であると主張しました。アイリットが他のアーティストを盗作したという彼女の主張に関して、私たちはこれが真実ではないことを明確にしたいと思います。私たちは申し立てが真実と異なることを証明する証拠を関連法執行機関に提出しました。たとえ時間がかかっても、私たちは法的手続きに従ってこれらの紛争を解決します。その後レーベルはネットユーザーに対し、アイリットのメンバーを攻撃しないよう求めました。メンバーはツイッターでニュージーンズのヘイトアカウントを個人的にフォローしていたとされ、厳しい監視に直面しています。また
根本的な問題はアイリットのメンバーとは何ら関係がないにもかかわらず、彼らは深刻なレベルの悪質なコメントと嘲笑、個人攻撃に苦しんでいることです。皆様が弊社のアーティストに対する侮辱、誹謗、虚偽事実の流布、名誉毀損をやめていただくよう心からお願い申し上げますと声明を発表しましたが、ネチズンはこの声明に対し、論争を踏まえたレーベルの大胆さに対して激怒と怒りの反応を示しました。多くの人がこれがレーベルとグループにとって最後の罠だと感じており、最近の事態の悪化を理由にキャンセルする人も多かったようです。さようならハイブ、彼らは本当に凶悪犯だ、彼らは本当に恥知らずだ、君たちはめちゃくちゃだ、さようなら。これは大きくなってきている、また悪い動きだ、彼らは国民を騙している。マグネティックをすでにプレイリストから削除したので、もうアイリットは二度と聞かないと思う。ミンヒジンファイティン、こんなことするつもりならなぜミンヒジンを連れてきたの、哀れな、ハイブはゴミだ。まず彼らはミンヒジンが会社に悪意を持って損害を与えているかのように見せようとしますが、彼女がそうではないことを証明する証拠を提出すると、彼らは彼女の主張を採用し、それが名誉毀損であると主張しました。ミンヒジンを告訴するんですか、なんてかわいそうな、君たちはアイリットメンバーを告訴すべきだ、ここの人々は非常識でひどいことを言っています。その大胆さ、エンターテインメント業界が訴訟を利用して誰かを黙らせ、その行為を正当化するのが大嫌いです。ひどい、ビリーフラボがミン代表を業務妨害と名誉毀損で訴えたならアイリットが悪者にさせられてしまいます。アユネク放送時もウォンヒは運営の思惑によって炎上の矢が向けられていました。一部ネットユーザーはウォンヒに対してあまり良くない感情を持っていたようです。次にウォンヒが嫌いと言われる理由についてです。アユネクの最終投票で1位になったウォンヒに多くのアンチが発生し、1位の結果に満足しなかった視聴者や不正を疑った人たちの声があふれかえったそうです。常識を外れたひどい誹謗中傷もあり、それに対してファンが声を上げ、ウォンヒに謝れがトレンド入りするほどだったようです。サバイバル番組では自分の推しが不合格になってしまった腹いせに合格者に矛先を向ける視聴者が一定数いるのですが、たった16歳の女の子を大勢で攻撃するのは残念な行為だと言えます。ウォンヒが嫌いと言われる理由は大きく3つに集約されます。1つ目は練習生期間が短く実力不足だということです。ウォンヒはアユネクに参加する2ヶ月前にスカウトされたため、練習生期間はたったの2ヶ月でした。そのため視聴者から実力不足と烙印を押されてしまった感があります。極端に短いですよね。数年間の練習期間を経てオーディションも何度も受けてという人も少なくない中、練習生期間が長い子が報われてほしいという気持ちからウォンヒが嫌いという結論に至ってしまったのかもしれません。また練習期間が短いため致し方ない部分もあるのだと思いますが、ダンスや歌が他のメンバーに比べて追いついていない感じがしたことや、韓国のアイドルには不可欠と言われる表情管理も不十分との評価を受けたりしていたことも理由になっていそうです。歌もダンスも表情管理ももっと上手な子がいるのになんでという気持ちを助長させてしまったのかもしれません。ただウォンヒの成長スピードには驚かされた人は多く、ウォンヒ自身も相当の努力をしたことは間違いなさそうですね。2つ目はアユネクの非季節です。ウォンヒはアユネク開始当初から番組でよく取り上げられており、公式のインスタでもウォンヒの画像が多く投稿されていました。そのため運営側が推しているんだなぁと感じた人がいてもおかしくない状況でした。それらの状況が贔屓されている、ずるい、ウォンヒが嫌いということにつながったのではないでしょうか。メンバー選出に関して 100% 投票ではなく視聴者が選んだのは2名、うち1名ヨンソはデビュー前に脱退、ほとんど視聴者の意見を反映されなくて事務所がほぼ決めていたということもあり、より不満が出やすかったことが考えられます。3つ目は性格が悪い説です。一見優しく明るく可愛らしいキャラクターですが、鈍感で無神経に映る場面も目立っていたとか、キャラクターが幼く物の言い方が無自覚にきつい言い方だったり、人の話を遮って自己主張する様子が見られたり、他のメンバーに押し付けるような様子が放送されたりなどなど、特にアユネク第7話でウォンヒと同じグループになったシャネルと意見が合わずに怒らせてしまったことがあり、それを見て笑っている様子も
放送されてしまったことも話題になっていました。確かにグループで活動するとなると協調性も必要不可欠になってくると思うので、まだグループとしてメンバー入りするのは早いのではと感じる人がいてもおかしくないですね。結果、性格が悪いと印象がついてしまったことも嫌いと言われる理由の一つになったことは間違いないでしょう。続いて、ウォンヒの人気の理由についてです。ウォンヒの人気のポイントは以下の3つにまとめられます。 1.キュートなベビーフェイス、2点小顔、3点等身大の10代の可愛さ。ウォンヒの人気のわけは何といってもこのベビーフェイスですね。数多くの韓国アイドルの中でも群を抜いて幼くてキュートな顔立ちです。まだ若干16歳の彼女はグループの中でも年下の方で、 SNS などでも年上メンバーにたびたびくっついている様子がアップされています。まだ甘えん坊なところも可愛くて魅力的です。またアイリットのメンバーは全員小顔なのですが、特にウォンヒは童顔も合わせて赤ちゃんのように小さなお顔です。マスクをしてもすっぽり隠れていますね。ウォンヒは髪の量が多く少し広がりやすい毛質なので、ファンからは顔が小さすぎて頭が大きく見えると言われてしまうほどその顔の小ささが目立ちます。少しふっくらしたと言われていますが、それでもこの顔の小ささは驚きです。アイリットのコンセプトはスーパーリアルな10代の感性。数多くの韓国アイドルグループの中でもアイリットは幼さが残る平均年齢17歳と若いグループです。アイリットは同世代の10代を中心に人気があるので、こんな子たちが同級生にいたらよかったと思った同年代のファンも多いです。中でもセンターを務めるウォンヒはまさに10代のアイコンとして注目されていて、時折見せるまだ子供のような立ち振る舞いも屈託のない笑顔もまさに少女のような可愛さがあります。これから大人への成長過程も楽しみですね。そんなウォンヒのウィキ風プロフィールを簡単に紹介すると以下のようになります。名前イ・ウォンヒ、生年月日2007年6月26日、年齢16歳、2024年4月現在、身長160センチ前半、予想体重未公表、星座カニ座、出身地韓国、血液型 A 型、ロールモデル IU MBTI ISFP、 冒険家タイプ、好きなこと歌う、キーホルダー作成。身長は公式発表はされていませんが、公表されている周囲のメンバーと比べるとおおよそ160センチ前半ではないかと言われています。体重も同じく未公表となっています。 K-POP アイドルの体重管理でネガティブな話題も多いので、体重は今後も公表されないのではないかと思っています。まだ16歳なので今後成長して身長が高くなることは十分考えられますね。ここまでアイリットのウォンヒについて、人気の理由や嫌いと言われる理由、ウィキ風プロフィールなどをまとめてきました。いかがでしたか？最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。